おはようございます、こんにちは、こんばんは、みやしんです。さて今回の戦いはエクスアリーナ東京にやってまいりました。そうですね、戦いではまあ何度かお邪魔しておりまして、まあ、1年半ぶりぐらいかな、で、まあ何度も言ってますけれども、昔僕がね10年ぐらい住んでたとこのすごい近いということで、まあここに来ただけでもちょっとテンションが上がるんですけれども、まあそんな中昨日スタミに行ってきましたので、そちらの様子からご覧ください。はい、それではスタミでございます。戦いの、ちょっと、1年半ぐらい空いたっすけど、戦い的には割と定番のホールというところで、いつも通り、すごい明日は人が来ると。で、すごい強い日なんですね、エクスアリーナ東京のゼロのつく日といえばというぐらいの日で、でも明日もいろいろ話すと思うんですけども、さらっと話しておくと、定番というか傾向、本当に傾向というと、2騎士以上に全力があって、それだけではなく、前後6、この機種全6じゃないけど前後6じゃんとか、前4後6じゃんとか、半分5、6じゃんとか、こう単品でめっちゃ入ってんじゃんとかいう、もうデータ見るともう皆さんも気になったらデータ見てほしいんですけども、めちゃくちゃ、入ってて、本当に月並みの言葉で言わせてもらうと、どこに座ってもチャンスがあるという状況で、明日は非常に暑い、なんですけれども、問題がもちろん抽選なんで、だから結局、ここ何回かね、戦い、どこの店行っても抽選が悪くてきつい状況続いてますけれども、でも下見して、早い番号、本当一桁とか引いたらここ座ろうみたいなのを作っときたいんで、それとね、結構戦いは久しぶりなので、配置も変わってる、設置機種も変わってるので、それも含めて見に行きましょう。もうね、ノーマルタイプでこう傾向見ようとかそういうんじゃなくて、で、思い出してください。僕が毎着積もった時、あの時もあれですよね、前日めちゃくちゃ出てる台1台だけ空いててそれを打ったっていう感じで、あれはおそらく全力だったんで、関係なかったんですけど、そういう風に例えば出てる台だからやめようっていうのはマイナスに働くタイプのお店だと思うんですよ。なのでも一応僕の見た限り単品で入るっていうか、その要は前とかの対象じゃなくても並べたがるんですよね、ちょっと。なので角よりもちょっと真ん中の方座ろうかなとは思ってます。前回は6月30日なんですけども、その時は、ゼニガタニャンコメイドインアビスイニシャル D が、おそらく全力だったんじゃないかと。で、6月10日がオキドキデュオゼニガタ VS、バドカ、ハナハナホウオウゴブスレみたいなね、30杯を割と大事にしてるホールで、前からこの辺ずっと30杯で、で割と新しめで言うとキングアナナですね、キングアナナありあり、ここ並びかもしれないな、33の25、32の22でも並びの台数2台しかない、だからこれ単品というか今日のその取材の傾向的には関係ないけど2台並んでるでしょ、だからやっぱ並び好きなのかなっていう、この辺座りたいですよ、ね、このね立ちスローはいつも当たりなんですよ。でもこれもすぐ埋まるんですよ、もう定番です。うっすらバイオ信用にで、もうぶっちゃけ分かんないんですよ、どこに入るか、どこでもチャンスがあるけど、もちろん全機種全体ではならないんで、どこに入るかあんま分かんないんですけども、だったらば自分の得意な機種っていうか好きな機種を打つのはありだなと思うんで、一応でもね1番とか2番引いたらどれ打つかは一応考えましょうか。1番2番引いたらここを取りますか。じゃあ1番引いたら勝ちする取るべきなんですよ、2番引いたらだね、2番引いたらここかな、1桁引いたらこれ取ります。次って言われたらむずいんだよな、新鬼バイオ、新鬼かな、バイオの方が、前回になってるんで、新鬼で、次キングハナハナかな、あとは本当に、流れ次第で、この3つ座れる番号を引くのもかなり難しいと思うんで、ちょっと本当明日は番号次第になっちゃいます。最近こうやって滑ること多いんですけれども、でもね最近うおーっていう早い番号引いてないじゃないですか、戦いでは
なんで明日は、まあ、明日全体頑張ってほしいですよ。ただまずはまずは抽選頑張ってください。頑張らせてもらえ。はい、そうですね、まずは抽選頑張ります。で昨日、まあ、ちょっと触れるのを忘れたんですけれども、あのゴージャグが、ゴージャグ3ですか、今日導入ということで、まあ、そちらもね、例えば、まあ、そこそこいい番号を引いて、まあ、北とか埋まってるとかで空いてたらっていうところはありますね。だからあの、まあ、強い日弱い日限らず、まあ、どこに座っていいか分かんない日っていうのは現実的に結構あって、まあ、そういう時にね、あのこれから長く使っていくだろう寝台とかが、導入されたっていうのは、まあ、そこは当然狙い目となるので、まあ、一応現状は、昨日の段階では、まあ、北と狙って北斗が本命で、次が新鬼、まあ、次キングハナハナかなぐらいに行ってますけれども、まあ、北斗が取れなくて、まあ、その新鬼とかキングハナハナ向かう途中に、まあ、ゴージャグ空いてたらそこに座るべきなんじゃないかなと、まあ、こんなこと言ってますけれども、まあ、抽選が悪かったら本当空いてる台に座るってことになると思うんで、ここはね都内なんですけれども、ちょっとこう郊外というか、まあ中心部から離れてるんで、お客さんたちは割とずっといるタイプの人が多い上に、まあ東京の東側ではまあかなり強くて有名なお店なんで、まあ、千葉方面なんかからも、まあ、いわゆる鮮魚さん集まってくるので、まあ1台目座れなかったら結構きついと思うんですよ。でまあまあ本当まずは抽選なんですけれども、本当ね勝ちたいですね。はい、まあ、スネゲも守りたいですし、まあ、スネゲの前に、まずは僕はね、まあ、調子悪い時も多いですけれども、一応その勝てる立ち回りをするためにここにいると思っていますので、まあたとえ抽選が悪くても、まあなんとかして勝てるように頑張りたいと思います。たまには早いのお願いします。ありがとうございます。はい、まあ、たまには早いの引きたかったです。あの昨日言ってた騎士には大体座れないと思います。だからこういう日にあのこの番号引いてどうするかっていうところを見せれたらなと。これもよく言うな俺、これ頑張ります。とりあえず花々から見に行くか。あ、まあ結構空いてんな。花々絶対空いてるわ。じゃあ鬼武者とかは空いてるじゃん。ラス1だから狙いの、まあ、一角は一角なんで、ちょっと昨日77回、まあいいでしょう、行きましょう。で、まあ、この台入った理由としては、あのやっぱりその真ん中の方がやっぱりみんないいんですよね、プラスこれ昨日めちゃくちゃ出てるんで4000枚ぐらい出てる台なんで空いてたんだと思います。で、まあ、すでにね、あのカメラの準備とかしてる間に、僕の左の台が、まあ、2発目のチャンスゾーンが青だったんで、まあ、B 以下は確定してるんで、まあ、ちょっともう怖いなって感じはしますけど、まあ、とりあえず、前とか並びがなかったとしても、普通に、単品もありえるので、まあ、この台もこの台でという感じで判別していきましょう。さあ整理券の回収が終わったんで、多分席を立っていいと思うんですよ。なんでちょっと状況チェックしに行きましょうか。あ、埋まってるね。なこっちの方が空いてるかなと思ってたんですよ。硬いなみんな。で、うまそうな人しか打ってないですね。あー、ナイツ埋まってるじゃん。ナイツもありだなと思ってたんですよ。あー、ここもやっぱすごいですね。そんだけこう普段からまめなく入れてるからこういう感じになるんですよ。 OK、 じゃあまあとりあえず自分の台を判別していきましょう。よし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 、合格強チェリー、さすがに行くでしょう。よかった。一発目、まあ一発目はね、まあこれになりやすいんで、まあでもこれで、D はなくなったよ。よし、緑まで行っとこうぜ。あー、緑まで行ってお願い。もう黄色はダメよ、さすがに。はい、
隣がね、僕が席離れてる間ヒッター分かんないですけど、多分モード A なんですよ、一発目で。例えば僕も次頭青だったら B が確定するわけじゃないですか。現実的なかなり高設定の可能性は、台の挙動としても低くなるし、隣もそうだった場合は、まあ、前とか並びの可能性もかなり下がるんで、左ちょっとやめですね。はい、やっぱ3連続は頭青で始まっててモード A が確定したんでやめましたね。でもね、左の人は次高選択確定なんですけど、それよりはやっぱり接点狙いで別の可能性を追って移動したんでしょうね。僕もどっちかとそっち派なんで、まあ、ちょっと早々に離脱者が出た、せいか、やっぱみんなちょっとね警戒心高まってますね。島の僕の右の人なんかも他の島見に行ってると思います。で、僕挟んで左の人もあーちゃーみたいな感じ。お、強烈ですね、はい、ただ確実に下なんだよな今。まあでも強チェリーはね、雑草当たってなくても上がってくれるんで。あ、いそう。ここでもう頭青だったら、まあ、ほぼほぼもうダメってことなんで。斬撃ミッション。ああ、いるいるいる。さて、はい、B 以下です。で、これが B 以下で隣が A なんで、もうで周り の, チャンスゾーンの盛り上がりっぷりも全く感じられないんで、まあ、C4 が全の可能性が低いプラス僕のこの台は、このセットの可能性がすごい低いと思います。まあ、クリアして目玉持って、お、そうだそうだ、ここで変換したからめっちゃ美味しいんだ。まあ、その割にはあんまり良くならなかったけど、どうすっ、あ、これ取ってプラスで、まだ遠いな結構。でも、お、でもいけんじゃん。よし、しかもこれを上乗せにして、おい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 、急に失速しないで。あ、お、ちょっと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 、そういう減らしちゃうじゃん、そういう追い込まれいらないから。あ、これは大丈夫じゃない。よし、成功させましょう。全然見てないんだ俺、下パネなんもなってないね。鬼武者だぜ。はい、いやでも十分です、上乗せももらえるし、投資10本。よし、いやいや最高ですよ。もうこれでやめるつもりなんで、でこれ消化してる間にもいろいろ見えてくると思うんで、いいよいいよ。まあ、でもここで死者とか出てたら別ですけどね。まあ、でも出ないと思います。さあまずはボーナスの連打。お、緑じゃん、いいじゃんいいじゃん、戦ってる。ほらやっぱり7万役なのに普段15万役のキャラ出てきたじゃないですか、1ゲーム目にゲット。しかも赤い、赤、おお、赤7以上って言うと思った、青7でした。いや嬉しい、これマジ助かる。まあここから見渡す限りみんな通常時なんですよ今ね、その時点でもう厳しいっすよ。まあでも何度か258でしたっけ、その番号で入ってたってことは、まあまあ常連さんたち的には、まあ、今日ここは入らないんだろうなって読んでたんだと思います。
白も熱いよ。よし、俺がすべてを振ってみる。何があっても逃がしてやる。いくよ赤。うん、内部的にはどうかまだ分かんないですけどね。あー、追い詰められてきたぞ。ラスト、あー、ダメ。まあ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 、頑張ったでしょう。さあ、上乗せしていきましょう。固まってるね。ほっ、今ですね、左の台が抑えられたんですけど、ずっと空いてたんですよ。でこれって結構大事なことで、僕に見えない左の方の台で、すごい高設定がいっぱいあったら、高設定っぽいのがいっぱいあったとしたら絶対誰か取るんですよ。ピンで打ちに来てる人の方が少ないと思うんで、やっぱ自分の台が例えば高設定挙動出て、あ、使用にあるかもってなったら絶対取るんで、だから それもないんだと思うんですよね。左の方でいい挙動、まあ、少なくとも確定とかね、そういうのは出てないと思うんで、ますますやめやすい。左で押さえてるとやめるし、また嫌いになりました。あっさり、決めて、チャンスアッパーなし。あ、これやばいやつね。デフォ、はい、まあ、このさっきから話してる流れでもうやめます。はい、もうこれ続ける理由ないです。やめます。ちょっとチェックしに行きましょう。鼻穴ちょっといい感じじゃない？みんなレギュラーいい感じで当たってない？まあみんなうまそうだもんな。開かないだろう。すでにいい確率で当たってるのは開かないと思うんですよ。だから例えば、まあ、両隣がいいとか、せめて隣がいいとか。お、624でレギュラー3回。周り別に良くないんだから、これだけで打つのはちょっと怖いな。とりあえずする。あんまりね、ちょっと言いましたけど、もともとマイジャグめちゃくちゃ強いんですけど、今日はね、まあ、過去の傾向ではそのジャグになんか仕掛けがあるなんて可能性は結構低いんですよね。だから朝みんな行かなかったんですよ。知ってたけど一台も空き台がねえわ。まあでもね、まあ、さっきも言いましたけど、まあ、ジャグがその今日はそこまで強くないだろうから打たないっていう理論で言うと、まあ、そこまで強いだろうとみんなは予想するところはもう取れないんですよね。ええ、開かないし、そういうそのみんなが期待できるとこなのに開いちゃうっていうのは相当のことなんですよ。あ、これもだな。03、周りは良くないですね。場所的にここはいいけどな。このお店の、まあ、ジャグの難しいところって、普段から平均設定がおそらくめっちゃ高いんですよ。高いからこういうのも、まあ、とんがってる台っていうよりも、まあ、その中間がちょっとレギュラー当たってビク引けてないなんてことも全然ありるんで、で、これ押さえてちょっともう一回回遊しましょう。もう鼻とかは諦めた方がいいな。これもうやめられたら相当数値が悪いものと思った方がいいわ。はい、まあ、とりあえず、まあ、他に打つ台もないですし、ぼちぼちやっていきましょう。ていうか今日はその上手い人たちはあんまりジャグに行ってないんですよ。だからさっきの台とか今みたいな台が空いてるんですよ。まあ、どんだけブドウが悪くてもやめる台じゃないと思うんですよね、まだ。おっとっと、はい、でだから今叫びからしてるんですけど、だから、まあ、普段だとよっぽどブドウ単独ブドウ悪かったのかとか思うんですけど、それはちょっと心配ないかなっていう。まあ、ただ毎着に全く入んないってことはないでしょうから、割と期待してもダメじゃないかなと思います。で今単独レギュラーいて、これで731でレグ4回。うん、当たりだってかなりラッキーで、
おお、当たったよ。またも単独だが、果たしていいよ。23ゲームゴーゴーランプがでかくなるやつなんで密着です。まあでもジャグは本当難しいですから、だからもうなんか捨ててる覚悟でないなと思ったらやめるかもしれないし、今日のそのねどれが善になるかみたいなのにはまあ入らないでしょうから、単品がたまたま空いててたまたまちょっと座れる確率が空いてっていうのはまあまあ相当運が良くなきゃ、今日運がいいんですけどこれからいいかどうか分かんないですよ。で今まで運が良かったところで、まあ、1本でこれも1本というかワンプッシュで当たってるんで、で最初の信用にもプラスで追われてるんで、まあとりあえず飲まれるまではみたいな。お、当たったよ。いいよいいよ、単独レギュラーだよ。叫び狩りいく。おお、当たった。ビッグです。もう箱使えちゃうよ。おお、なりました。単独です。いいぞ、118。あれ本当にいいんじゃないのねえ。まあでも今日がジャグがそれほど強くないだろうと予想される日だから座れたっすよね、これは。まあ、まだ分かんないですけど、これが当たりだとするなら。だからみんなが座れなかった。で、最初からうまいとかあんまりジャグに行かなかったっていうところじゃないですかね。まあ、ボーナスはね、まあもう、皆さん見てる通りめちゃくちゃいいんですよ。で、ブドウもかなり良くて、今99個で次で100個なんで、490ゲーム回してますね。で490ゲームでブドウ100個、つまり 4.9 です。で490ゲームで僕はレギュラー3回ビッグ4回引いてるっていう。ボーナスもいつか垂れるんでしょうけど、まあ、垂れた時に、まあ、どこまでこうやれる数値になってるか、やれる状況になってるかですね。ただ状況に関しては、例えばこうなんかね末尾があるとかはないし、まあ、毎着が善になることは、まあ、そもそも考えづらい。で今も違うっぽいので、この台単体で考えなきゃいけないんですよ。で単体で考えるのはやっぱね、ジャグっていうのは結構難しい。下振れしちゃったらもうやめるしかなくなることもあるし、まあ、だから今低設定でこれ上振れしてるだけの可能性って全然あるんで、そこは難しいんですけど、まあそういう台だから、まあ、二の矢として使えたっていうところで、まあある程度腹くくって頑張ってみます。叫び狩り204ゲームレグ。よー、ビッグ95ゲーム。叫び狩り。いいよ、単独レギュラーだよ、122ゲーム。いやいや、ほんと、多分、まあ、あるはまだ言い過ぎだけど、とりあえずね、もうしばらくはやめれないですね。で、しばらくはやめれないイコール、もうこの台やめるときが、今日実戦終わるときになると思います。お、叫び狩り。チェ。281チェレグ。レグ10回だもんな。総回転数1958。
店回ってないの入れて10回っすよ。リク5回だけど、まあ、今この台空いてたら絶対打ちますからね。まあ、ジャグの状況はとりあえずさておき、とりあえず打ちます。大きな余りはないな、まあ、ちょっとあのレギュラーが続いて出玉減ったりはしてても、ちょっと飲まれそうなんですけど、いや信じてる俺は飲まれないって。でも2440なんでレギュラー10回っすよ。ただそのもしですよ、まあ今日例えばジャグに1台も高設定がなかったら、もちろんこれ高設定じゃないってわけですから、その辺のこう台の数値だけじゃなくて状況込みで考えるとっていうところは難しいですよね。まあ一つもないってことはないんでしょうけど、それっぽいのが全然なかったらかなり危険になるんで、ただ普通で考えたら数値だけ見ると高設定の可能性は高いけど、状況がね、一回ちょっと飲まれたら様子見に行きましょう。レグ角がついてきてるのがどんぐらいあるか、ないね。あー1台、うん、でもちょっと弱いけど270分の1ぐらい、11の11。あーでもここにもあるね。これはいいっすね。2600で10の14。あこれもいいっすね。1300で9の6。あーこれも悪くない、2370で17の9。17すごいね。まあ、まだねやっぱ毎着そこまで稼働良くないんですけど、ありますね割と、2689で12の12、7台あります。毎着ってこんだけだよな。6台から5台に1台って考えると、まあ僕のはやった方がいいっすね。だこれがもっと少なければ、まあ、例えばでもむずいっすね。平均設定が高くてもあり得ると思うんですよ。例えば本当に3とか4が結構入ってますってなっても、こういうこと起こり得ると思うんですよ。レギュラー走る台が出てくると思うんで。ただまあ明らかにありそうなのも何台もあるんで、でここ一角そんなに強くないじゃないですか。ちょうどだから、1、2、3、4、5、6、7、あこのなこの7台で、そこに1台いいのがあるんですけど、この7台でいうと一番いいんですよ。まあだからそんな均等に入れてるか分かんないですけれども、まあっておかしくないペースっていうか、この辺に1台ぐらいあるだろうみたいな読みも、まあ、僕的にはできるので、やっぱ続行っすね。はい、でここからまた、新運から持ってきたコインを使うことになります。っていう意味ではまだ飲まれてはいないですからね。あのギャップのこと考えても、まあ持ち玉で打ててる間は、まあ、やった方がいいものになると思います。であの現金だったらまたちょっと変わりますけどね。まあ戦い的にはあんまり関係ないですけど、立ち回りとしてはやっぱそれ大事なんで。レグ角がどんどん悪くなりますよ。まあ、ビッカクも一緒に悪くなってるんですけど、ビッカクはもともと悪いのよ。ちょっと微妙になってきたな。状況を考えたらギリやるべきだと思うんですけど、お当たった当たった、よかった。651、よし、ここはビッグが嬉しいよマジで。追加というか、400枚分入れました。追加で飲まれてはない。俺ストレートで飲まれないってな。飲まれそうだけど、マジか。もう2981でレギュラー10回のままなんで、もうすぐ300いっちゃうんだ。さすがにレグ300いくときついな。まあ、よく言うあって4あって5になるときつくなるっすよ。でそのあって4、5になるってことは低設定の可能性も上がるんで、ちょっと危ないね。おおとりあえず、おいどちらでもよし。353プッシュはしてますけど、追加投資はなしです。
200ちょいレギュラーないっすね。そら劣化が落ちるわ。あれ飲まれそうだ。嘘でしょ、こんな早く飲まれる。130ゲームだよ。飲まれたらブドウ計算してやめることになりそうな気がするな。やめることになりそうっていうか、やめるかどうか決めるのは俺なんで、うん、ほぼやめようって思ってるってことですよね。はい、飲まれました。いやとりあえずブドウ計算しましょう。はい、今もろもろ計算いたしました。今まずですね、トータルが3272で8の10、まあ、ビッグカーバー400分の1と極悪なんですけども、レグ角は327.2分の1。僕が回したのが2547ゲーム、ブドウが412個です。6.18、すっかり悪くなりました。はい、もう下の数値ですね。でこれがまだ両隣が出てるか、せめて隣が出るとかあれば続けられたんですけれども、まあ、そういう根拠も全然、両隣も劣化がめちゃくちゃ悪いんで、まあもろもろ考えたらやめでしょうということをやめます。まあ、相変わらず、まあ、さっき見たとこなんで、マイジャグはやっぱ入ってそう、入ってそうです。ただまあまあ、その仕掛けという、まあ、2分の1とか Z とかではもちろんなさそう。まあでやっぱり傾向としてやっぱ並びがち、この辺り並んでそうですね。まあやっぱりね、多分まあ毎着もそうですけど、キングアナのもこれって仕掛けはないと思うんですよ。思うんですけど、明らかに当たりっぽいのが数台はあるんで、やっぱねどこ座ってもチャンスあるってところは変わらない。正直ね、あんまり見ても合ってないんで、どこが全力っぽいなとかいうのは僕全然分かってないし、今見てもあんま分かんないと思います。ただレールガンがうまそうな人しか打ってないんですよ。でまあちょっと出玉よく分かんないですけども、まあ、あるんじゃないかなとはちょっと思ってます。はい、カバネリもこの辺りいいんですよね。まあ、もしかしたら全四五郎ぐらいはありえます。ただありえるだけで、全然確信でもないんで1台空いてますけど打てません。なんせ普通にも入ってるお店なんで、普通にも出てるとは出てるんですけどね。まあないでしょう、グラフ見るとほとんど負けてますよ。めっちゃ北斗の僕の本命はこの角にちょっと負けてますね。どっちかって角の方が出てる。まあ角無双転生引いてるもん。まあでもそんな良くもないですね、北斗は。北斗が善とかじゃないと思います。結局仕掛けがどこかっていうのは僕全然分かんないでいるんですけど、とにかく出てるのは間違いないです。だからその単品がとかね、半っぽいのが結構あるんで、結局どこが善か分からないっていう。で今日導入のゴージャグもまあまあ良さそうっす。でバーサス渡りっぽいですね。ということでこんな感じかな。今日は負けです。はい、実践終了でございます。ということで、まあ、結果的には、投資が460枚、で回収が、50枚で、マイナス410枚でございます。ということで負けましたので、でもね、まあ、負けたんですけど、相変わらずねやっぱ状況がいいお店です。はい、打ってる人のテンションもね、期待して打ってるというか、いっぱいいっぱい気配ってるとこ張っちゃった。しかも見えづらい。こっちから行くんだっけ。あ、痛い。あん、正直今日は、まあ、なんか普通に打ちに来てもまあ、同じような展開になった、もしくは打たないで帰ったと思うんで、そんなに悔しくないんですよ。悪い番号で打たなきゃいけないって条件の動画で入った割には、まあ、負けでいうと金額で言うとまあ9000ぐらいで済んで、まあまあそれなりに戦えたかなと。でこの時間まで打てたっていうね、最近早上がりも多いんで打てたかなって満足で、別にそんな心は痛くなかったんですけど、これはいつでも痛いですね。はい、まあそれなりに頑張ったかなっていうと、まあ、あの番号でしたからね。で番号でただ一応狙いの一角だった新鬼が取れたというところで、まあ、最近、まあ、どこ行ってもそうなんですけれども、まあ、プライベートでも同じですね。割と遅い番号でも、まあ、明らかに強い騎士とかは無理でもそこそこの騎士は取れたりするんですよ。これはやっぱりね、今ねパツロ人気が盛り上がって、みんな打ちたい騎士はいっぱいあるからいろんなところに散るんですよ。まあ、ちょっと前だと例えば番長3一択とかね、絆一択とかね、そういう時代があったんですけど、そうじゃなくなってきて、これはいい傾向だなと思いつつも、まあ結局ねあれぐらい悪いと、まあ
強いところには座れないっていうところで、今日も負けちゃいました。ね、一番恥ずかしいなと思うのはジャグでちょっと連打した時あるじゃないですか。あの時にもう俺積もったみたいなドヤ発言いっぱいしてるんですけれども、それは結構恥ずかしいなと思ってます。はい、またね、まあ、すぐかどうかは分かりませんけれども、この X アリーナ東京さんにはまた来ることがあると思うので、その時は抽選早いの引いて、まあ、何だと早いの引かなくても、がっつり6に積もって勝ちたいと思ってますので、また次回以降も見ていただけたらと思います。それでは本日もありがとうございました。次は髪切ってくるからね。はい、さよなら。